ということをよく聞かれます。まあ、通勤が不要な最短期間で稼げるような方法、まあ、出社が不要なもの、まあ、これ在宅ですね。となるとインターネットということになると思います。でやはりですね、インターネットはですね、僕もあの海外移住、この方もそうなんですけど、海外移住の希望の方なんですね。そうなると物販よりもですね、やはり、ノウハウ情報を提供するですね、まあ、コーチングコンサルとかそういったもので情報発信していくのがいいのかなと思います。あとはまあオンラインで、サービスを提供できる、まあ、僕の、コンサルセンサーにもあのヨガとかですね、パン作りの教室をやっている方もいらっしゃるんですけども、まあ、そういう方のようにですね、何かこう売れるもの、リモートで売れるもの、提供できるものがあればですね、これはあの全てコンテンツとして売れますので、で、まあ、短期間で稼げるようになりたい、出社不要、通勤不要ということであれば、僕はネットでの情報発信ですね。で、これはですね、YouTube 動画、こういった形での集客が一番早いのと、メルマガで発信するということですね。すぐにお金になる方法、通勤がいらない。